佐々木貞子は、日本の広島市に住んでいた原爆の被爆者である少女で、広島平和記念公園にある原爆のこの像の、モデルともなっている。また、シアトルの平和公園にも銅像がある。2004年7月25日、国立広島原爆死没者追悼平和記念館に、遺影が登録された。名前は父、母が元気に育つようにと願いを込めて、 店の客の生命判断の先生に頼みつけてもらった。運動神経抜群で将来の夢は中学校の体育の先生になること。1945年8月6日、2歳の時に広島市に投下された原子爆弾によって爆心地から1 7トルの自宅で被爆した。黒い雨にも打たれた。同時に被爆した母親は体の不調を訴えたが、 貞子は不調を訴えることなく元気に成長した。1954年8月の検査では異常はなかった。また、小学6年生の秋の運動会ではチームを1位に導きその日付は1954年10月25日と記録されており、偶然にも自身の命日となるちょうど1年前であった。しかし、11月頃より首の周りにしこりができ始め、 1955年1月に、しこりが、おたふく風のように顔が腫れ上がり始める。病院で調べるが原因が、会から、ぬ間ま1月18日、2月16日に、アブックで検査を受ける。2月18日かかりつけの小2医の、畑川先生からアブックの検査結果をもとに、父親に、病名は、急性リンパ腺白血病で、貞子さんは、あと3ヶ月。 長くても一年は、もたんでしょうと告げられる。2月21日、広島赤十字病院に入院。10月25日、朝、帰徳となる。父親から食べたいものは何かと尋ねられた貞子は、お茶漬けを食べたいと伝えた。家族が大急ぎで用意した、お茶漬けをパクアンと共に二口ほど食べ、お父ちゃん、お母ちゃん、みんなありがとう。と呟いた。これが、 最後の言葉となる。午前9時57分、担当の沼田医師が臨終を家族に告げる。去年12歳永遠の眠りにつく、佐々木貞子佐々木貞子が在籍していた、広島市立の町中学校にある折鶴の石踏み1955年8月に、名古屋の高校生からお見舞いとして折鶴が送られ、折り始める。貞子だけではなく多くの入院患者が折り始めた。 病院では、折り紙で、千羽鶴を折れば元気になると信じて鶴を折り続けた。8月の下旬に折った鶴は千羽を超える。その時、同じ部屋に入院していた人は、もう千羽折るわと聞いている。その後、折り鶴は小さいものになり、針を使って折るようになる。当時の折り紙には小さい大きさのものがなく、紙の質も悪かったので、小さい鶴は折りやすい。 小さな薬の包み紙のセロファンなどを用いておることが多かった。線は折ったものの病気が回復することはなく、同年10月25日に急性リンパ性、白血病で死亡した。死後、貞子が折った鶴は、葬儀の時に2、3羽ずつ参列車に配られ、棺に入れてほしいと呼びかけられ、そして遺品として配られた。貞子が生前、 折った折り鶴の数は1300杯以上とも、1500杯以上とも、言われ、おいで、ミュージシャンの佐々木祐治は、2000以上のようです、と語っている。実際の数については、遺族も数えておらず、不明である。また、三角に折られた折りかけの鶴が12羽あった。その後作られた、多くの始め話により1000羽未満の話が広められ、折った数に関して、多くの説が出ている。 2013年10月、病床で作った折り鶴のうち1羽が母校の広島市立上町小学校に寄贈されることとなった。また、2010年からはトルーマン元大統領の親族と佐々木貞子の親族の,親族の間で信仰が持たれ、2015年11月にトルーマン元大統領の大統領図書館に折り鶴のうちの1羽が寄贈された。 佐々木貞子のストーリーは中学3年生向けの英語教科書、ニュークラウン、同じく中学3年生向けの英語教科書、ブルースカイに掲載されている。対話形式で原爆の破壊力、平和の大切さ、佐々木貞子という人物、折り鶴などについて英文で掲載されている。佐々木貞子の実刑、佐々木正宏、老い、佐々木スケジラを中心としたメンバーで構成された。 団体で、貞子についての情報の普及を第一の目的として、活動している。貞子の老い、佐々木祐二は、福岡県福岡市博多区出身のシンガーソングライターで、被爆2世。ロックバンド、ゴッド・ブレスのボーカルとして活動中、折り鶴の少女、佐々木貞子の老いにあたるという経歴を知った人から、あなたには、貞子の物語を語り継ぐ責任があると告げられる。以降、 貞子をモチーフにした楽曲を作り、全国の小中学校や各地の平和イベントに参加。2010年現在、ライブを行った学校数は延べ300校を超える。2009年からソロ活動を開始。同年8月26日に貞子の思いを綴った曲、祈りをリリース。2010年2月、久美子が同曲をシングル版、祈り祈りとしてリリース。 4月と8月4日に週刊ヒット演歌歌謡曲優先チャートで1位になる当ヒットメーカーの仲間入りを果たした。同年11月24日、同曲を歌ってきた久美子が2010年の大晦日に第61回 NHK 紅白歌合戦に出場することが発表され、赤組の9番目に歌唱した。2011年より東京都中野区でラーメン,屋ダンカ お営んでいた、佐々木スケージに関するカテゴリー、ありがとうございます。